私たちはアミンチュを応援しています。みんなでニュースを作ろうよ。不思議で楽しい滋賀県をいっぱい見つけるプリン。知ったかぶりライツぶり顔になって、この番組はピアライフ、信楽高原鉄道の提供でお送りします。僕はアニツブリ、知ったかぶりかいつぶりニュースの時間だよ。みんなで滋賀の面白いニュースを作る番組やで。今日は鉄板鍋尽くし近江八幡店さんからオープニングをスタート。鉄板鍋尽くし近江八幡店さんは韓国の家庭料理をすき焼き風にアレンジしたオリジナルの鍋料理が食べられるお店です。豊富な単品の具材だけでなく、鉄板鍋コース、レディースコースなどのセットメニューも充実しておりますな。それでは早速ニュースを作ろう。ロボ、取材に行ってきて。それじゃあ行ってきます。入ってくー。ここは大津市の菱屋町商店街でございますね。どうしたの？実はこの近くに古いロボットがいる館があるそうです。面白そうやん。行方不明のお父さんがいるかもしれません。お父さんはロボが生まれた時姿を消したのです。なんか深い事情がありそうやな。お父さんに会える、ロボの鼓動や電圧が高まります。電波キャッチ。あ、お母さん。ロボ、何してんの？その館に行っても案内されてもお父さんに会います。反抗期もなかったロボですが、ロボ、何勘違いしてんの？それはスモーキングロボットさんやんか。ここ町中交流館悠遊館は町の活性化を目的として平成20年にリニューアルオープンされた施設です。1階には海外のフェアトレード商品を扱うショップがあり、毎月第4木曜日の午後には農薬未使用の野菜を販売する大津オーガニックマルシェも開かれております。3階の交流スペースはおもちゃで遊べるフリースペースとなっており、館内の至る所にブリキのおもちゃも展示されております。ロボさんがお父さんと思い込んだ彼はスモーキングロボット。オリジナルは1950年に発売されたという歴史のあるブリキのロボットでございます。そんな、じゃあお父さんは
ュースプライドナンバー66、古いロボがいる館。知ったかぶりかいつぶりのサイトに登録。もしも君の隣座って自然に声かけられたなら、しがらけぼが鉄道がもの小鳥が歌ってくれる。もしも木漏れ日の合間で君と夢語り合えたら、しがらけぼが鉄道に乗ったそんな空を行こう。CM コーナーだもん。無料カフェでお住まい探し、コンシェルジュがお出迎え。40種類以上のお飲み物とタッチパネルでのんびり物件チェック。今すぐお考えでなくても遊びにいらしてくださいね。売り込まれないからストレスなし。大津でお住まい探すならピアライフへ。幼い日の帰り道はいつも父の背中、琵琶湖バレエも希望してくれた父がいた。寝ちゃっていいよ、泣いて。この番組はピアライフ、信楽高原鉄道の提供でお送りしました。